はい、こんにちは、こんばんは。オペロンペロンチョです。本日もこちら、ディフェンスフォースやっていきます。それで、ちょっと、動画撮ってない時に、ちょっと進めちゃったんですけど、今、とりあえずメガギラスがボスで出てきて、でもこのメガギラスめっちゃ強くって、もう、あらゆる手段使っても、ブーストとかもやって勝てなかったんで、ちょっと今回、課金して、ちょっと、カードパック引いてみようと思います。まあちょっとアレなゲームですけど、ご祝儀ではないですけど、まあ応援っていう意味も兼ねて、保護者の同意、ちょっとここはスキップします。今 X ニュームですかね。そう、 X ニュームっていうやつを購入しました。1アカウントで1回だけの制限がかかってます。それで一応まあ600円分なんですけど、今1000ニウムあるんで、このレアカードパック、これを3パック分引けますね。1つ300単位がわかんないですけど、300ジェム的なやつなんですかね。まあ、とりあえず1パック引いてみます。僕メガギラス好きなんで、メガギラス出たらもうちょっと一旦やめます。もう引かないでおきます。でまた新しいパックとか出ると思うんで、その時にちょっと置いときたいんですよね。これ、被ったような気がするけど。被ってはないか。絵柄がちゃうか。じゃあ2000やから、メガギラスの時か。ヘドラ。これ、ファイナルウォーズの時っすかね。ゴジラ。これは、あれか。これメガギラスの時。ちゃうわ。キリュウのやつか。胸のところがあれなんで、ちょっと特徴的なんで。あ、レインボーモスラ2枚目や。レベルアップした。ゴジラ。あ、やった。ビオランテのやつっすかね。でも、レア度が5。やった。これ、レア度5結構ね、あんま出なかったような気するんですよ、確率が。2% しかない。やった、 2% 引けた。やったーってあれやけど。もう一回引くか、せっかくやし。あ、レインボー、まだレインボーモスラ。お前よう来るなぁ。ガイラ、うわぁ。ガイラ見てないんすよね。これ何やったかな、サンダ対ガイラの、ガイラ悪い方か。マグマ、これ、妖精ゴラスとかなんかそんなんでしたっけ。モスラ。一番初期のモスラ。うわー、何も来なかった。バラゴンがしかも。じゃあさっきの星5当たったん結構良さげやってんな。メガギラス来てほしいな。赤いザギドラや。かっちょい。ビオランテ、あ、ビオランテもレベルアップしましたね。生産速度。生産速度って何を生産するんやろ。兵士かな。お、ファイナルウォーズガイガン。やばい、なくなりそう。やべやべやべ、ここ5、星5、星5、星5。カマキラ、メガギラスちゃん、カマ、ちょ、待って、カマキラ、そっちじゃねえよ。キラスぐらいまでは合ってるけどさ、まあいいか。これでちょっと新しいやつ、あ、ムーンストーンゲッチした。これも、ちゃんとね、間違えた、こっちか。これをちょっとこまめにしておくとことによって、このムーンストップパ、ムーンストーンカードパックも引けるようになるんで、これもまあちょくちょくやってます。ああ。ちょっと最高のコンディションでいきたいと思うんで、ここの施設っていうんですかね、防衛のやつもレベルちょっとできるだけ上げていきたいと思います。おお、上がった。基地ランク2回上昇。さあ、さあ、あ、これ。これ結構渋いんですよね、ジェムが。そんなにもらえないんですよね。カードどうやって、カードってどうやって設定するんやったっけ。あ、これか。ちょっとせっかくなんで、美容ゴジにしようと思います。やっぱ課金して取れたやつやから、こっちのあれ、南海ゴジラよりは強いと思うんですけどね。じゃないと悲しい。よし。メガロもいった、どうしよう。ちょ、待って。デストロイヤー解除して、どれかがレベル2やった気する。どれやったかな？ビオランテか。ビオランテとレインボーモスラがレベル2なんですよ。どっち使おうかな？ビオランテにするか。よし。よし、これで行ってみたいと思います。ブーストはもうかける3なんで、もう最高のコンディションですね。これで負けたら悲しい。
ガギロス。まずは、コスト1のやつで。いけ！秒 5G！ うおこの間にもやっとくか。おお、すげえ。なんかようわからんけど、爆発した。勝てるかこれ。全然減ってないぞ。弱くないか美容50お前。マジか。課金してこれか。課金してこれか。え全然、全然ダメじゃん、これ。嘘。マジか。うわー。うわ、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 うわ。救援物資、うわ、うわ、うわ。もうムカつくから広告見る。これの方が面白そうな気してきた。ホームスケープ。これやってみようかな、また。このゲームはなんでこんなに難しいのって。難しさがわからんのけど、しかも毎回猫おるな。猫好きすぎやろ。ああ、猫逃された。これ何をしたら成功なるんや、そもそも。失敗しか見てないけど、この広告で。お金貯まったんで、ちょっと戦車。ああ、ギリギリなれへんな。よし、ちょっとリベンジし、ああ、かんわ。ちょっと無理っす。多分無理やな。カード使えないんすよ、この。紫のケージが1なんで。あ、2になった。じゃあ、ビオランテ使うか。まさか600円課金して勝たれへんとは。難しいっていうか、このゲーム、むずいなぁ、なんていうか。せちがらい。強くねえか、これマジで。マジか。これで勝てない。まだ言うてプレイ時間、2時間もいってないような気するけどな、全体的に。そんなに。もう。いやーこれちょっときついっすね。まさかこんなに倒せないもんだとは思ってなかった。188あったらなんかショップで買われへんかな。あ、通常カードパックは買えんのか。いや、でも300貯めた方がいいよな、これ。これだってレア度1もついてるから、レア度1のやつも当たる可能性があるんで、しかも高いんだよな、これ。絶対これもうちょっと安くした方がいいと思うけどな、マジで。1100円。レアパッケージも1200、一番安くて1200円ですもんね。ちゃう、ノーマルか、ノーマルでか。レアで2000。プレミアム3、ああ、でもこれか、購入制限かかってるってことは、これがお得なんでしょうね、多分。まあまあ。ああ、そうか、150X ニウムもつきますもんね。あ、キングギドラパッケージとかあんね。高っ !4800 円マジか。買うやついるのか、これ。いやいやいや、きついで、これは、しかし。もうちょっと X ニウムが溜まったらええねんけどな。ログインボーナスでも、イベントとかでも何でもいいから。ちょっときついっすね。このパックあと30分後に引けるから、また30分後にちょっとやって、ノーマルパック引こっかな。あー、ちょっと、あ。ちょっと本当にこれで、一旦最後にします。もう、紫のゲージもマックスなんでね、カードは使えるんで。ビオ 5G。この時点でもタップしとかなあかんのかな。
ちょ待ってできへん。よし、あとはタップしまくる。いけいけいけ、弱点、弱点を抑えて、助けても抑えて。いけ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 、もう全然減らん、強すぎる。北斗百裂拳みたいな感じになってるけど、全然減ってねえよ、これ、やばくねえか。全然減らん、マジで。くっそー。無理っすね。一旦ちょっとまた、放置しててもお金入るんで、一旦放置して、また明日、挑戦しますわ。その放置した分で。あれを、買って、戦力ちょっと増強して。なんで、今日は、ちょっとここで終わります。よろしければ、チャンネル登録とかしていただけると、やる気と元気が出ますので、よろしかったらお願いします。それでは、バイ。